キャラバンは日産自動車が販売している商用車並びに乗用車。生産は4代目までは日産車体で5代目からは同社市会社の日産車体九州。本港では輸出仕様のアーバンがも述べる。キャブオーバー型のバンとコーチと呼ばれるバス、ワゴンが販売されているほか、イスズ自動車にコモとして OEM 供給されている。トヨタハイエースが 長年の競合車種である。E24 型までは完全な1ボックス型であったが、E25 型からは、衝突安全基準の見直しで、クラッシャブルゾーンを設けた1.2ボックス型となった。縦置きトーションバースプリングのダブルウィッシュボーン式、フロントサスペンションと、リーフスプリングのリジット式、リアサスペンションを持ち、ブレーキは、フロント側が、ディスク式、リア側が、 ドラム式である。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの設定がある。また、マイクロバスとして設定されているディーゼルエンジンで、現行型のバスとしては、2021年2月現在、唯一、尿素、SCR システム未搭載となっている。海外では、アーブンという名称で販売されており、香港、タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド向けは日本から輸出され、 フィリピン、マレーシア、アフリカ諸国では、現地生産されている。スライドドアのレールを隠すためのボディを一周する、モールが特徴。ライバルの2代目ハイエースに比べ、ホイールベースが、やや長く、リアオーバーハングが短い設計でトヨタと、日産、2社の、この思想の違いは次世代以降にも引き継がれることになる。バンとコーチはナップスにより、 昭和50年排出ガス規制適合。J16 型エンジンを排し、H20 型 2000cc ガソリンエンジンへ変更される。キープコンセプトのデザインを取った。フロントウィンドシールド、フロントドア及びドアガラスは後にデビューする。アトラスと共通で、ドア裾のホイールアーチの大きさのみが異なる。ホーミーとの違いは、横基調のラジエーターグリルのみ。本車種より、 車両形式の命名規則が変更され、基本形式をアルファベット1文字数字2桁で表し、仕様の違いがある場合は先頭にアルファベットを追加するようになった。発売当初のみ、キャラバンとホーミーの版のロングボディ標準ルーフ平床デラックスに、左側のクォーターウィンドウを 745mm1450mm、mm、という、 超大型の引き違い窓とした、びっくりウィンドウが設定されていた。二役のほか対面販売や、宣伝用途も考慮された。この窓は、過失側面の雨と糸スライドレールの間がほとんど、ガラス張りという大胆なスタイルであったが、社外からの施錠、会場と開閉に対応する鍵穴ととっても備わっており、実用面での抜かりもなかった。ただ、 中古車市場においても、街中においても見かけることは滅多にないようであり、販売台数は極端に少なかったものと予想される。この時期の日産車内では、パイクカー計画も進行中であり、デザインを統括していた、前沢義雄のもと、これ以降、商用車においても、エスカルゴや、ADMAX、アトラスロコといった、日本車離れしたスタイルの車を積極的に投入していく。 ビックリオウィンドウを含む平床車のリアタイヤは205、60、R14.5 という長扁平小型ワイドタイヤでこのサイズも国内初登場であった11年ぶりとなるフルモデルチェンジを発表し同日より販売開始同時に社名を NV350 キャラバンに改名した COO のシ賀俊シは小型商用車のトップブランドと クラス全体のシェア40%を目指すべく、同クラスのトップセラーであり、長年のライバルでもある、ハイエースを全ての面で圧倒する、要開発陣に指示した。なお、チーフデザイナーは、MV200 バネットも担当した、倉岡光一であり、両サイドのブラグ式ウィンドウも引き続き、採用されている。以降、2021年10月のガソリン車の、 マイナーチェンジに伴う、社名変更後の内容を述べる。社名の由来は、英語で、対象の意味。5代目の NV は、日産の版350は、車両総重量 3500kg クラスを意味する。なお、ダッジキャラバンとは一切関係ない。ありがとうございます。